会社シャトルハイウェイラインは、かつて、神奈川県横須賀市新港町に本社を置いていた、海運会社。神奈川県の栗浜港と大分県の大分港を結ぶフェリーを運行していた。1997年に発足した C ライン21輸送企画委員会を母体として、1999年12月に設立された。日報物流サービスなど、 九州地区の中堅陸運会社が中心となり、関東地区と九州地区の海運、陸運、建設業者が出資、他に北九州市の日本自力専攻や京浜急行電鉄、横須賀市なども出資、株主として名を連ねていた。社長の高宮忍はじめ、幹部社員に商船三井出身者が多かったが、同社との関係はなかった。2000年10月に、 横須賀大分間の一般旅客定期航路事業の免許を取得、2002年の運航開始を予定していたが、使用船舶の確保が難航により就航は遅れ。当初は、運輸施設整備事業団の共有建造制度を利用して、佐世保重工業にて、速力30ノット、車両積載数12メートル車足180台、乗用車50台、旅客定員90人の一席、 約65億円の新造高速フェリー2隻を建造し、横須賀と大分と17時間半で結ぶ計画であったが、特殊法人改革による予算削減の影響で新造船の建造計画は頓挫した。その後、旧越フェリーが保有していたレインボーベル、レインボーラブの購入、または要請を検討したが、交渉がまとまらず再び頓挫。 両船は他社へ売却された。最終的に引退後に長崎港で掲船されていた小船三井フェリーの中古船2隻を長崎市の船舶保有会社林マリンカンパニーから購入したが、公開時間は当初目標より4時間遅い21時間半となった。運航ダイヤは長距離トラックの利用に最適な設定とされ、旅客に関しては重点が置かれていなかった。 船舶購入のめどが立たないうちから、就航予定を謳いセールスをかけたが、就航はずるずると延期になり、当初は固定荷主がなかなかつかず、業績が伸び悩んだ。株主であり、シャトル荷主共同組合を結成していた各社も、総じて本航路の利用には消極的であった。就航開始から数ヶ月は一便に、トラック数台ということが普通で、貨物、旅客ともに、 乗船ゼロというケースさえあった。2005年3月期は、年焼38億円を見込んでいたが、就航の遅れによる営業不足、マリンエキスプレスの景品航路との競合により、年商は12億円に止まった。2006年3月期は、マリンエキスプレスの航路休止により年商は回復した。ものの、原油価格の高騰の影響で連続赤字を計上、累積損失が増大。 約42億900万円の債務超過に陥った。株主からの採算の増資、金融機関への返済延長の要請によりしのいでいたが、原油価格高騰の進行により、資金繰りが圧迫され、2007年9月3日に横浜地方裁判所横須賀支部に破産手続き開始を申し立て倒産した。負債総額は約十四億五千万円であった。就効から、 運行停止まで約3年半という短さで、運行開始よりもかなり前から、大分市内の消火線標識に広告を出すなどしていたが、地元でさえ、その存在を知る人が、ほとんどいないほど影の薄い存在に終わってしまった。航路休止後も残る栗浜支店商線、三井フェリーの中古船2隻を購入して就航した。もともと線例が15年を超える、老朽船である上、 余裕のない運行ダイヤがわざいして、機関トラブルを起こしやすく、欠航や大幅な遅延が頻発していた。ありがとうございます。